どうもこだまです。きいたろうです。じゃ、あ今日は会えないがザファーストデークに登場してファンファーレを披露したので、そちらの話をしていきます。いや、ファンファーレバンバンめっちゃ良かったね。めっちゃ良かった。恐ろしいぐらい良かったよね。いや、そうなん。てか、ほんとさ、もう、マジ最初に聞いた時は、マジ涙出てきて良くてや。やっぱり、<laughs> そう。 <laughs> 私絶対いいからこれキータ郎さん感動しとるやろうなと思とったんうんそう押しとったファンファレに泣かされる日来るとはみたいなわ <laughs> かる確かに曲調的にはさ泣くやつじゃないからさやっぱり、うんね、そういや泣くやつじゃないよパーティーみたいな曲じゃん <laughs> <laughs> しかもさごめん今ずっと思っとったんだけど私がずっとさファンファレのことずっと「ファンファレバンバン」って言ってたに、ね、かなんか分からんけど、うん なんでか分からんけど、うん、でもキータロさんもついに言い始めてちょっとおもろい影響されたと,と思ってそう, <laughs> そうこのまま絶対「ファンファレバンバン」セットだったんで <laughs> <laughs> そうなんか俺も映ってしまった <laughs> 一生ファンファレバンバンだったもんね <laughs> そうそうそういやそうなんかさその、まあ、前日にさ i9 が「THEFIRSTTAKE」登場しますみたいな、まあ、そのお知らせだけでマジ感動して、うん、ついに来たみたいな<ー>ってなっとってなっとったんだけどそのさ 今日の朝この朝公開する朝に曲がファンファーレですみたいな発表があってちょっとさ、うん、不穏な感じになったねおやおや?」みたいな「ファンファーレ?」みたいな「<laughs> 大丈夫ファンファーレ?」みたいなもう正直ね、うん、なんかやっぱさ「THEFIRSTTAKE」ファーストデークってミディアムとかさバラード曲の曲調で弾かせるみたいなのが結構メインっぽいというか、まあ、そっちの方がいいんじゃないかっていうなんかあ,のあれがあったから、うん、そ思い込みがあったから大丈夫かなと思ったんだけどめちゃくちゃ覆してきたからさ。ねえ。 え最高これでよかったマジでいや思った思ったなんかてかねアイアイってねそのタイトル曲激しいのめっちゃ多いじゃん <laughs> そういやそうですそうです <laughs> てかむしろ花以外ほぼそうみたいな <laughs> そうそうそうな,なんていうの逆にファーストテイク自体結構むずそうなイメージがあるっていうかうんうんうん,うん,、うん、うんファンファレ良かったねでもさ私思ったのがやっぱりさラップめっちゃ良くなかったうん いやそうなん確かにね今回その11人のパートを5人で歌って感じだから、まあ、ラップパートもねこの5人で分担して歌ってたわけだけど、うん、そうよかったねそうもちろんさオリジナルが一番いいよそれはもう絶対そうなんだけどなんか、うん、また違うさちょっとメロディアスな雰囲気をまといつつラップするからすっごい良くてうんわかるわかるなんかそうだねそう 例えば声の出し方こういう風にやるみたいな低音の出し方結構さいつもとは絶対違うやつじゃんなんか普段聞けない声聞けたみたいな感じの驚きがあって、うん、おこれは何なんてなったんよねわかるわかるそうだねやっぱさそのボーカルラインってさやっぱ高い声出るからアイラインの曲だったら高音任されることがやっぱ多いじゃんうんうん,うん、うん、そうだけどあえての低音さ、えー、好きみたいな。 わかるめっちゃいい、うん、えでも私さなんかずっと持論であの歌うまい人はラップもできるって言ってたねかうんうん、うんもうぜ。もう絶対そうだなと思ったもん今回ので証明した感じいやわかるから会えないもん本当そうだったねすごいねみんなうん、うん、いやまさかその「ファースト体育」でまた新たな一面を知ることになるとはなんかそういう視点でさ になると思ってなかった。もファーストテイク出ることだけです。ごいたの。なんか嬉しかったから、やばい。色々、うん、見せてくれたみたいな。わかる。わかる。おもろいね。いやなんかその驚きが結構すごかったわ。うん、全員やっとったもんね。ラップね。うん,う,んうん、そうだね。 あとやっぱさそのメンツ発表された時ってかその出ますってやった時からさもうすごいおーってなったけどさやっぱこのメンツの中にさやっぱまさにーがいることがやっぱおーってさなんか嬉しかったよね。ねーもうさ努力の塊が出てきたみたいな感じだもんねん, <laughs> なんかいやわかるわかる本当ねほんとそれだわもう努力したからこそのなんかこの場所って感じするよね。うん うんうん、もともとうまかったけどやっぱどんどんさうまくなったねみたいなやっぱみんな言ってたしで、ね、まさぎペンもねうんてかさい最後のさ最後のなんか喉をガーガーてやるようなさ、うん、最後どうやって終わるファンファレバンバンで終わるファンファレバンバンで終わるやっぱりそこのさなんかがなったようながなり的なあれよかったよねうん、うん、まさぎのねいやめっちゃよかったてかもうあそこ本当良よかったもう最高ってなったもん あとさその「はるかと感じた瞬間」のとこさちょっと手拍子入るじゃん、うん、なんかそこもさなんかそんな余裕もあるんだみたいなさなんかそういう遊び心みたいなのも好きだったしなんか、うん、そのクラップしながらさまさにカメラ目線なんすごいよくないわかるあそこ何やあの <laughs> <laughs> 謎の瞬間めったよたねあれでもめちゃくちゃかっこよかっためちゃくちゃかっこよくこっち見てきたからさドキッとしたよねかるかるかるあそこにカメラあったんだと思ったもんね <laughs> そう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  <laughs> そのアングルって存在したんだみたいな <laughs> そうそう,そう <laughs> 何やろう特等席みたいな場所みたいなさかっこいいねかっこよかったねかっ,いいかっこよかったあとさ ヒロムのさもう言わせてよジャースジャースジャースドゥ、えーエのとこあそこから私は正直ねもうほんとぶった曲げとったからええー、みたいないやわかるなんかヒロムのガチの顔みたいなガチの横顔みたいな俺すごい好きなんでなんか、うん、めっちゃいいよねわかるそう、うん、最初からたかないそしてわ <laughs> かるわかるわかるかる,かる <laughs> てかもうそう高いんこの曲本当に <laughs> なんかさ後輩になればなるほどすごい高くなるじゃんこの曲ってやっぱさもちろんめっちゃ出るんよちゃんとバーンって出てすごいけどやっぱさその高音出す時の顔しとるから本当高いんだろうなっていうのがなんかわかるじゃんなんとなくわかるわかるわかる無理だよねなんか女性が歌ってちょうどいいぐらいなんじゃないかなって思うこの曲 <laughs> なるほど確かに、うん、俺も絶対これカラオケやったことないけど絶対トライできんなと思うわ あうちらカラオケ最近全くいかんからさ、うんね、会う機会もそなんなないし「いい、うん、ちゃんめっちゃ歌いたいね」うん「ファンファイバンファン」とか歌ったら超楽しそうだよね、うん、確かに確かに <laughs> 歌ってみたいねカラオケでね「イエさー」とかやりたくない「イエさ。いー」「<laughs> イエッサー」やりたいいやわかるなんかさその、まあ、ヒロミの表情のこと見たけどさやっぱ京ちゃんのさなんか京ちゃんのこの強い顔なんかすごい刺さるよね俺。 わかる。きょうちゃんさ、私、あの、丁寧なきょうちゃんもさ、すごい最高だし、うん、やっぱ、バラード歌うことも多分多,分多いと思うんだけど、うん、ね、オリジナルコン、あの、YouTube コンテンツとかでもさ、結構歌ってるし、うん、なんか私、この、オラつき京ょうちゃんが個人的にすごい好みでさ、一生オラついててって思ったもん。きょうん、<laughs> ちゃんお願い <laughs> 一生<緒>、ね。一生オラついて,てって思ったから。いや、わかるわかる。<laughs> いや、そうなんよね。 うん、なんかこの一面もっともっと出していいと思うなんか結構プライベートの感じだとボス巻きって言われてるからやっぱなの中でさ結構暴れん坊みたいな立ち位置だけど <laughs> これ歌のさ感じの、うん、このそうこのファンファーレのこのファーストテイクのこの強い顔すごい好きだわわかるなんかだからラップも本当いいし「おい、うん、ぞ」のさ「リヒト」のとことかね「あそことかね <laughs> もうお似合いすぎてね本、うん、んとに。 そうだから本当さっきこんなものも言ったけど本当歌うまいからそラップもうまいしんかうなんかすごい言葉がわかりやすいっていうかわ、うん、かるわかるわかる、うん、あとさフェンファンのさ一詞終わりのさ「ファンファレバンバン」のとこさフェンファンもちょっとがなっとるさとこあってそこもすごい好きなんわ、うんうん、かる思ったなんかあそこめっちゃ印象的だったなんかさやっぱ、うん、こういうさパート今まで 危険パートとかさちょっといつもと違うアレンジとかしてくるからさ、うん、それやっぱおもろくてさああいうねファーストテイク超相性いいからマジで確かに確かにまあでもそのちょっと余談だけどその絶対ね2曲出るから、うん、もう1曲はやってくれる来週とかかなうん。 かからもう年前やっったた方がよ,かったよねね本当は,、ね本当はね、<laughs> 確かにか結構満を持してからったもんねもうちょっと早く出てほしかったぐらい、うん、そう結構待ち望んどったからそうそうそうやっぱね、うん、歌うまいの人だったけどみたいなさ、うん、やっぱそうじゃんみたいなさ確かにそうあとそのさ1番目終わったとさ2番目さ「YOU」の歌わが何言ってものとかあるじゃんそこさ匠、うん、君パーツなんだけどそこもさやっぱり普段と違うパーツだからうん すごいっすけど変わることないよのとこさちょっとカメラ目線で言ったりとか、うん、ちょっと聞かせてよもうないよはないよでした <laughs> 確かにないよってさちょっとカメラ目線でさちょっと声がさちょ,ちょっと高くなるみたいなうん しかもさそこのラップのところに入るときにさ「いや」みたいな言っとるのもなんか新鮮というか, <laughs> か<に>こちらとしては、うん、そうそう入りもさかっこよければないよみたいなとこだし、うん、やっぱてい,かぱいうかうまい、ね、からやっぱラップうまいし証明しとるからそうだね歌うまいからやっぱラップうまいよねいやマジで超うま、ん、い、ね、気持ちいいぐらいうまいもんね、うん、<laughs> 気持ちいいねってかみんなほんとうまいねああとさささっきさあの クラップしてるのねえ、うん、映っとるとこあそこさ昼間も,もさあの高いパート自分のだと思うんだけどやっとるじゃんやっぱさ出るんだって思うじゃん <laughs> こんなにさ実際に言ってると <laughs> すごいねみたいなさ当たり前なよいやでもマジで、うん、スパーンっていくからさすがってさ感動するわけだし。 え、こんな高いのって思うし、さっお家をかけるように、きょうちゃんがさ、うん、あの、<laughs> ダダダダダダダウェってやるからさ、そうそうもう、乾杯。<laughs> 乾杯あれ。ほんと気持ちいいの、オンパレードだもんで。<ー>うん。なんかさ、やっぱダンスフォーメーションある時よりも、じっくり見れるから、そしてじっくり出してる様子がさ、ね、レコーディングかのように見れるわけやからさ、 な確かに確かに,確かに,にそうだねやっぱ歌に専念できるから本人たちも確かにちょっとねやっぱ違うもんねいつもとやっぱり伸びやかでかさ、うん、やっぱダンスだとやっぱどうしてもね激しいからねうん、うん、むしろダンスなんでやっとるんかねあんな <laughs> こんな激しい曲を <laughs> 確かに確かに <laughs> な,なぜダンスもやっている <laughs> そう <laughs> そうあとさちょっとまだまだ聞き込めてないんだけど結構さ なんかそのメインで歌ってないところはなんか下で結構低めでハモったりとか誰かしらねなんかそういう細かいところもすごいなんか結構計算されてるなって思ったよねああねなんかこれあれだよね「THEFIRSTTAKE」バージョンになるよね一応ね結構アレンジもあるもんねそうだねああてかこれ音源化されるんかうん、うん、ああそうだねあの多分時間さちょっと経った後に iTunes とかで配信されるはず。 あれどっちもだっけ？ニコだっけ？こういうのってニコともうん、うん、ニコともなると思う。あニコ生あそうなんだ。うん、<laughs> ニコ生なんか最近また復活したよね <laughs> ニコ生。あ復活したもうあ復活した分からん。なんか俺なんかポストで見たよなんかニコニコまた熱いみたいな違ったうん止まったんだよね <laughs> 確かね。うん <laughs>、うん、そう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 だからそうまあ音源としても堪能できるからもうはいよーってなる。あこれはこれうんてか、うん、これ普通にザファーストテイクファンのさ。 うん、ね皆様も普通にご満足いただける作品だよね絶対 <laughs> 分かる分かるそうだねどうやら会話にはザ・ファーストテイクファンもいらっしゃるっぽいからねうーんそうそうそうキーターさんから聞いたんだよ私うん、うん、そうだったみたいなそう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 ,うんうんうん あとさ私何よりもこれ歌い終わった後みんなが「はい僕たち達成しました」みたいな「やりきりました」みたいな顔しとってすがすがしくて大好きな、うん、<laughs> めっちゃわ <laughs> かるよしみたいなそう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  <laughs> あんなさっきまで叫ん乗ったに急にこんなスンとするみたいなさいや分かる目線合わせてさみんなでキョロキョロみたいないやでもさこの子たち歌う前さこう入ってきた時は白いんで まあ白い部屋白いって白い部屋のことしか言ってなかったんぜわかる <laughs> 白いんだみたいな白いんだーっ言って <laughs> <laughs> いやでもその白いんだって言ってる時にさ結構ヒロムはついに来たかみたいななんかちょっと噛みしめとる感じあってそれも可愛くて好きなそっかーて、うん、かやっぱボーカルね歌好きでさだったらもうザ・ファーストテイク大好きだろうしねうんうんうん,うん、うん、そうそうそうね絶対その夢見てただろうからそう、うん ついに来たかみたいな感じでかみしめてるのもいいしみたいなねだからみんな終わった後すスンとしたんだよねきっとね <laughs> <laughs> なんでスッとするんすん。<laughs> <laughs> スンってじゃ以上でね今回は「会えないが t h e r f i r s t <laughs> のねファンファーレを披露したのでそちらの話をしてたんだけどいや本当にめちゃくちゃよかったね本当にめちゃくちゃめちゃあんこよかったねうん、うん、いやそうなんいや嬉しい俺はもうこれが世に放たれて そうだ、ね、いやもう自慢の INI のメンバーですってねなるしね。そそそそう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 、うん、いやよかったマジでしかもさコメント見たらさ結構いろんな界隈の方がさやっぱなんか絶賛というか、うん、褒めてくださってるね。 うん、いやそうなんそうなんねコメント欄も本当ありがたいししかもやっぱ「M ステ」9時に出演してさ「M ステ」終わってさもう10時にさファーストテイクだったからもう,もう祭りみたいな「うん、M ステ」から来ましたって「<ー> M ステ」の流れで来ましたみたいな人もいらっしゃるしああんかそこら辺のタイミングさやっぱこんな前からうまかったっけそのタイミングだ <laughs> <laughs>、ね、<laughs> か、うん、今回すごいうまいなんかちょうどいいあれだったの「M ステもちゃんとス」M ステにも出演決まって「うん、ファーストテイク」も同じ日にっていうね そうそうそう,そう、うん、あとごめんあのコメントでさ風間先生こんな歌うまいみたいになって<ー> <laughs> 風間先生つな <laughs> がりというかねあれそうそうそうアンメットのねそうだからそう、うん、えってい M ステ」のやつもあったわ「うん、M ステの」あの感想で言うの忘れてたけどそうポスト見てたらやっぱり「うん、風間先生踊ってる」ってやっぱりいたわ。<ー> ちなみに私さそのアンメットというやらの風間先生のやつ見てないんだけど、うん、すごいここでめっちゃ出てくるか風間先生ってことはちゃんと覚えたわ <laughs> 確かに確かに確かにそうだね <laughs> <laughs> まだからさイナイの次の活動が楽しみだよねバンバン